録画します。はいはい、じゃあ一番上からちょっとずつ話していきますね。よいしょ。とじゃあバブルの基本について、まあここはね分かってるよって人も多いと思うんですけど、まあ分かってない人もいると思って、ここは分かってないとね、インクターのあの D の字も語れないことになってしまうんで、とりあえずこれのね、意外と知らない仕様とかもあるかもしれないんで、ここをちょっと話してみます。バブルはね、とりあえずバブル開いとけば引っかかるってわけではないんで、それ以外にもね、実はスリングバブルとかガードバブルって呼ばれているようなものがあって、そういうのはね、特殊な置き方をすることで、ランディング場所をワープはしたけどランディング場所をずらすっていう、そういうね効果を持たせることができる置き方もあります。それはね、今からちょっとね実演しようと思うんですけども、まず最初 A の方ですね、バブルの中にいて、そのままワープできない、これはもう分かりやすいですよね。バブルが外に出てたらその中にいたらワープできないっていうのはなんとなく分かりますよね。まあ、それはもう、その名の通りなんですけど、次、この B の方ね、なんでなんでっていう人、出身者の人が結構多いと思うんですけど、ワープがね、始まった場所で、でそこからビューって飛んでって、ランディングする場所があると思うんですけど、そことワープ場所の間にね、直線上にバブルがある場合は、引っかかったりすることがあります。特に、ランディングする場所ですね。で、そのランディングする場所の、前後、直線上ですね、にバブルがあると、手前にあると、これはディフェンスバブルとかガードバブルとか呼ばれるものなんですけど、手前でそのバブルにくっついてね、止まってしまうような感じになります。今からこれは、後でちょっと体験してもらうので、わかると思うんですけど、もう一個、そのね、ランディングする場所よりも奥に、バブルがあっても、スリングバブルってピロってこう、くっつけてね、磁石みたいにこう吸い寄せられてしまって、ワープランディング場所が伸びるっていう、そういうね、バブルの置き方もあります。じゃあ、それをちょっと体験してもらうために、アンドックしましょうか。FD タグアンドック。大丈夫かな？はい、じゃあ今から、まず、手前にバブルがあったところ、モバイルデポットに今からワープさせます。ここからね。モバイルデポットにワープさせるんですけど、モバイルデポットの手前にバブルが置いてあります。そうするとどうなるかっていうのを今から実演します。はい、まあシャトルがあるんで、シャトルが本来はどこにワープしたいかっていうのが分かるはずなんで、シャトルがワープする場所ですね。本来私たちがワープしたい場所。モンタンさん。モンタンさんマイクオフ。はい、こんな感じです。はい。こんな感じで、シャトル、本当はあんな遠くにワープさせようと思ったんですけど、手前にバブルが置いてあるせいで、こんな感じで、手前で止まってしまうんです。これが、ガードバブルとかディフェンスバブルって呼ばれるんです。あと、盗んだ直線の、手前にありましたね。今度は奥にある場合。じゃあ、奥行きまーす。これがスリングバブルって呼ばれる方法で、今度は奥にあるので、こう吸い寄せられて、ピトってこうね、なんか磁石みたいに、今度はワープ距離が伸びるタイプですね。さっきのは短くなりましたよね、ワープ距離が。で、この、範囲、この、奥に伸びたり、手前に短くなったりする範囲は、ワープランディング位置から500メートル以内、500キロか。500キロが、一応、そういうものになります。はい。OK ですね。これちょっと近いですけど、手前のね、ほら、ウィンターさんのいる、この、シャトルの位置に本当はワープしようと思ったけど、その奥にバブルがあることで、このね、バブルにスリングバブルって言われて、伸びましたよね、ワープ距離が。奥に、手前にある、あるのがさっきの、捕まったガードバブル。こっちはスリングバブルって言って、手前じゃなくて奥にある方ですね。が、そのスリングバブル用のものが、横に500キロの場合だ、450キロとかの場合は、稼働しないんですか？あくまで奥にある。そう、直線上にあるっていうのがポイントなので、これが横にあったりずれてたりとかして、これがちょっとこのバブルが右とか左にあったら直線から離れますよね。ワープランディング位置からその先に FD タックのゲートまでありますよね、
これがちょっと右になったりとか左にずれると、はいはい、そもそも引っかからないっていう状態なんです。だからスリングバブルとかガードバブルって意外とシビアですね。あ、直線上に置いてあってこのバブルの直径の軸の範囲だったら作動する。そう、そういうことです。はい。だからでっかいバブルだとよりあのそういう範囲も広いのは広いです。はい、じゃあ太陽ってすごい横にありましたよね。だから太陽に行くと今度はあの軸がずれるんで、さっきの直線上から外れた位置になるはずです。じゃあさっきと同じようにモアトラのところに次ワープさせますね。今軸をずらして三角飛びをさせた状態です。でこういう風に一回別の場所に飛んで目的の場所に飛んで、バブルをかわすことを三角飛びって言います。これはあのヌルでねワームホールとかあのやる人にとってはあのワームホールじゃないわ、ヌルで探検か探検とかをする人はあのよく知ってるテクニックだと思います。まあ、あのバブルがねあのスターゲートを覆うようにあの置いてあったら引っかかってしまうんですけども、まあでもそうする場合は黒くしとけばあのそこまで黒く剥がしとか置いてることもないでしょうからね。バブルを囲う形のやつで黒く剥がしをしかも三角飛びの位置にあの置くのは相当しんどいことなんでなかなかないと思います。ああ雪の子さんもねもう理屈が分かるといろいろ理解が深まるんでいいと思います。はい、という感じでこうやるとちゃんとあのモアデポのねモアトラかモアトラのところにきちんとランディングできましたよね。これはさっき引っかかったあのバブルの横からあの軸をずらしてランディングさせたんで、三角飛びをしたことで目的地の場所にきちんとランディングできましたってそういう話です。いろいろねインターディクターのバブルあると思うんですけど、バブルかバブルの種類ってアンカー式のバブルとかヒックだったりとか、もっと言えばここには書いてないんですけど、下出るとかの、バーストプロジェクターとかで、バブルもありますけどね。で、その中でも特によく使われるのは、ヒックとアンカー式っていうものがあると思うんですけど、ヒックの方ね。あともう一つはモバイル の, あのアンカー式のバブル。二つあります。で、それと、ディクター。この三つがまあ三大バブルだと思います。他のバーストプロジェクターとかはちょっと珍しいですからね。あれを除くと、一応これが三つ、大きいバブル三つだとすると、このね、ディクターは他の二つと違って、その船がね、その場にいなくても、バブルを展開できるっていう点が、他の2つと違って強いところです。だからピッてバブル出してその場を離れてしまっても、バブルのその効果が持続するっていうのが本当に強いところです。これがね他のヒックよりも大は小を兼ねないっていうヒックよりもインタージュクターの方がいいっていう場面が多いその大きな理由の一つです。ヒックはその船自体がその場に留まり続けないと、いけないんですよね。だからこそ、インターディクターっていうのは、攻撃をかわしつつ、バブルだけピッて出して逃げちゃうというのがすごく強い戦法です。ですか？で、バブルをね、インターディクターじゃなくて、ヒックとアンカー式の方は、船とアンカー式のやつを攻撃すれば排除できます。ただ、インターディクターの方は、スマートボムがないと破壊できません。ヒックとアンカー式の方はターゲットできるんですけど、バブルのこのインターディクターの、バブルの方はスマボじゃないと破壊できないので、そこが厄介なところですね。スマボを持ってないとそもそもバブルを破壊する手段がなくなってしまうわけですね。はい、なので総じて、破壊しにくいバブルっていうのを覚えておいてください。インターディクターの強いバブルです、これ。でスマートボムで破壊できるって言いましたけども、一応ラージスマボ3サイクルを押せば、破壊することができます。じゃあ、ちょっと一回やってみましょうか。誰かバブルを出してみてください。はい、じゃあ1個だけでいいです。これ添えてみます、はい、誰かって言ったかな、ね、やっぱり次がしやっぱりよく見たらタナト次これ以上出さなくていい、これ以上出さなくていい。ちょっと分かりにくくなっちゃうんでね、これ以上出すと、分かりにくくなる。はい、じゃあ、プロポーンしてちょっと離れてください。私についてグループします。
ここだけ質問なんですけど、はい、ちょっと待ってください。先にこっちやりたいんで。あ、毎回、はい、じゃあこれのタナトスにスマホを積んでるんで消してみますね。はい、1発目、2発目、3発目ラージスの方、はい、っていう風にこうやって一気に消えるんですね。っていう感じで、ラージスマホを3発で消すことができます。なので実はね、こう消えにくい消えにくいって言いつつも、スマホさえあれば一応はこうやってね、ちゃんと一気に消すことができるんで、こういう大きい船とかを捕まえるときにゼロで出すっていうのはちょっとね、やめた方がいいんですね、実は。だから10キロとか、まあ7キロぐらいかな、まあでも7キロでもちょっと寄ってって外れるから、まあ10キロぐらい離して炊く方が実はね、バブルっていうのは強いんです。いいですか。だからバブルをね、ゼロで直で至近距離で捕まえた出しますっていうのはちょっと実は危なかったりします。バブルにね、大きい船ほどスマホとか積んでる可能性ありますから、スマホをかいぐぐりさせるために10キロぐらい離して出すっていうのがいいことです、実はね。はい、そこはちょっと興奮して、ま、なかなか距離まで一発目出す距離までね、なかなか気を配れないこともありますけど、その辺はちょっとね、覚えておきましょう。バブルの強いところはもう一つ、フラグが立たない、兵器タイマーつかないってことなので、その、はいはい、バブル出して、そのままゲートググルっていうゲートができるところも強いところですね。なので、そこも強いところですね。兵器タイマー、他の、ヒックとかはつきますから。で、あともう一個は、あとボムも一応破壊でできます。スマホと同じくね。ステボンのボムとか、あと、まあ、大物捕まえた時って言えば、スーパーキャピタルのヘビーファイターの、ロングレンジボムですね。も、一応、このバブルを破壊できるんで、スーパーとかね、捕まえた時は、ヘビーファイターに気をつけましょうっていう話もあります、一応。まあ、なかなか機会はないと思いますけど、まあ、そういう機会もね、狙ってるんで、一応覚えておいてください。はい。じゃあ次。このね、プローブっていうのは、探検用のプローブとスキャナープローブと違って、クロークを剥がす効果があるので、ちゃんとしたオブジェクトなんですね、実は。探検用プローブは別に特にそんなのはないんですけど、このね、バブルに関しては、こっちの方のね、バブルに関しては、これでクロークできなくなってしまうので、気をつけておいてください。これちょっと今みんないるからできないですけど、まあ後で自分でちょっと試してみておいてください。このね、バブルが近くにあると、2000メートル以内にバブルがあるから、クロークできませんっていう表示が出ると思います。これ気をつけないといけないのは、その、捕まえた時に、バブルを出してすぐクロークっていうのができないっていうのは、一応頭に覚えておいてください。なので、マイクロワープドライブを焚いて、ちょっと離れて、2000メートル離れて、クロークっていうのをしないといけないっていうのは覚えておいてください。これは、すいません。バブルの、クローブが、クロークできないだけで、バブルの中だからできないわけじゃなさそう。そうですね、はい、はい、大事なところですね。この真ん中の中心のこのちっちゃいこの点ですね、ここだけが、できないだけであって、このちっこいこの塊小石を、2000m 離れてしまえばバブルの中でもクロークはできます。はい、じゃあ、次いきます。とウェブバブルがね、ちょっと追加されたと思うんですけど、ウェブバブルはまあなかなか使う機会ないと思うんですけど、まあ一応ちょっと話しておきます。でね、セイバーとかで全力で走ってても、バブル打った瞬間自分にもかかっちゃうみたいなことがたまにあったりするので、なかなかね、自分もウェブにかかるっていうモロハの剣のバブルなので難しいところですね。使うとしたら、まあ、フライキャッチャーが最良です。タンクしつつ、足もそこそこあって、でかなり硬くできるんで、ね、シールドハードなので。で、艦隊戦で敵に突っ込んでいって、ロジされながら撃つことができるんで、まあ、もしウェブバブル使いたいっていうんであれば、フライキャッチャーになります。で、よく勘違いされるんですけど、ウェブバブルってボムみたいなものなので、なんかバブルみたいにずっとその場にバブルウェブの効果範囲が残るようなものではありません。はい、じゃあ、3つ目、大事なことのお話です。はい、ここ注目、ノートに書いておきましょう。ここね、
ここ。ほんとね、ここだけ気をつけましょうっていうところです。ディクターがね、なんで難しいかっていうと、言われるかっていうと、死にやすいっていうのもあるんですけど、もう一個ね、出す場所を間違えると、味方が全滅して大戦犯になります。どういう場面かっていうと、逃げるときに味方を囲うっていうことをしないですことですね。なので、こうイケイケどんどんの時だったりとか、するときは別に大丈夫です。なんかこう、あ、なんか味方めっちゃ落ちてるな、なんかいきなりなんかフリートコマンドがアライン指示出し始めたぞみたいなときは、あ、やべえな、これはちょっと逃げる、あのイケイケどんどん戦うっていう、相手を捕まえるっていうよりは、もうなんか逃げに入ってるなっていうのときは、もうあの出すの控えて、もう相手、自分の、ね、味方を出すとしても敵だけ囲えるような状態にして、慎重になるっていうのを心がけてください。そこだけですね、ほんとそこだけ気をつけてもらえれば、まあ、あとはもうね、自分が死ぬだけなんで。はい、じゃあ大事なことに、これはあの自分のね、あのテクニックみたいなものなんですけど、皆さんね、今クロークがついてると思います。このねクロークが、あなたのこのお守りです。まあ自分のね、あのライフポイントみたいなものです。この一回をどこで、そのクロークをどこで使うかっていうのが本当に大事なところです。あ、やべえって思ったらクロークピッて使っちゃってしまえば、とりあえず生き残れるので、このクロークをね、大事なあのお友達として、あの必ず、これを F1 の、ボタンのところに置いておきましょう。いつでもあのショートカットキーで押せるようにね、ボタンの F1 の、左上、ちょっと私の、 あの配信を見てもらえばわかると思いますけど、私は必ず、あのセイバーとかね、このインターディクターの時は F1 に必ず、クロークを置いて、 F2 に、このマイクロワープドライブ、 F3 にこの、バブルの、インターディクターのね、心臓ともいえるこのプローブランチャーを置いてます。この配置にしてます。私はいいですか、ボールとお友達みたいな感じで、クロークとお友達みたいな感じにしておいてくださいね。どっかの翼くんと同じようにクロークはターゲットされてると使えないんですよね、確か。はい、そうです。いい補足ですね。やばいと思ったらさっとやらないといけないので、出し惜しみをしてると、クロークがね、できないっていう、大事なところでできないっていうこともあるので、大きい船とかね、捕まえた時とかは後で具体的な動きをしますけど、その時は、バブルで捕まえたと思ったらすっと、クロークしてしまうのが得策ですね。っていう感じです。あ、ウェバーつきました。はい、じゃあミクックです。じゃあちょっとやってみますか。カーソルを押したら何パーセントになるか分かるはずなんで、じゃあマジさんか。はい、ではいきます。一発目、はい、3、2、1、ファイヤー。マイナス 40% 入ってます、ね、20秒の段階で。いや、もう打っていいですよ。もう打っていいです。あ、打ちます。ました。あ、更新された。更新はされるけど 40% のままだから、あのウェブになる。特にあのスタッキングはしないみたいですね。通常のウェブとはするかもしれないですね。なんか定期タイマーはつかない。定期タイマーはつかないですね。有効範囲がその普通のウェブと違って、ユーザーインターフェースで目視できないなっていう。あの15キロじゃなくて、そのなんで普通のバブルって球が見えるじゃないですか。はい、ブルーバブルは球が私の環境では見えないんですか。これは見えないものなんですか。球は見えないですね、これ。じゃあ、じゃあ一旦ちょっと終わりにして、じゃあ次は私の具体的にどういう風にあの動くかやってみましょうか。まあ、大物を捕まえた時の動き。これはあのいろんなところで一人だけあのポイントしたっていう状態があるので、それをちょっと今から実演します。まず、まあコンバットプローブとかなんかでとりあえず近くに飛べたというふうに想定しますね。飛んでいって、飛ぶときもね、コンバットプローブだと10キロぐらい離したところで飛ぶといいですね。そうすると、さっき言ったあのゼロで飛んでスマホで焼かれるってことは、これで止まると、あ、敵いた、バブルしますって言ってバブルをして、マイクロワープを焚いて、ちょっとゆっくりやってますけどね、クロークをする。
これで、一連の流れ、これです。着いたら、マイクロワープを焚いて、クローク、してやるっていうのが一つの大事なんです、ここで。で、この時に大事なのが、このね、よく忘れるんですけど、ブックマークを取っておきましょう。適当な名前つけてね、000で。ここに戻ってこないといけないので、よく忘れるんですね、私も。000って打ったりとかして、とにかく、ブックマークを取っておきましょう。で、その間にやることもいっぱいあって、こうね、移動して、相手をね、もう一回、この効果時間2分ですから、2分の間に移動して、次、どこにワープするかなっていうのを、確認してください。今近いから、こう回り込んで、走りつつ、あっちの方にワープしたら、ちょうどいいなっていうのを、こう頭の中で、ね、ブロックしてる間にゆっくり時間、考える時間があるはずなので、想像しながらやってください。で、あ、体感でこの辺は測ってもいいんですけど、そろそろ切れるなって時が来たら、ブロックを解いて、バブルをすぐ出して、マイクロワープを焚いて走る。ただ、2回目、もう、この時点で、ね、クローク使えないですよね、これ、長いですから。で、なると、走りながら、おう、ちょうど切りましたね、いい感じになりました、体内で。走りながら、バブルを抜けて、一旦ワープを落としましょう。そうすると、相手はバブルだけ残して、自分はさらに、離脱して、厄介な動きができてるってことですよね。一隻しかいないので。こういう動きができてるっていうのは本当に相手としては嫌なんですよ。で、ワープアウトしてる間に必ずワープの、このリロード1分かかりますから1分しましょう。で、これをのんびりしていて、まあ、リロードが終わったあたりで、またね、戻るっていうのをしましょう。やっておきましょう。オーバービューとかでセンサーオーバーレイとかでアノマリとかを表示しておくといいですね。このアノマリの表示、非表示はね、ちょっと結構、消したり行ったりとかすること多いんで、こまめに付け替えしておくといいですね。アノマリあるとね、ちょっとね、生産ボレーが邪魔なんで、消しておくことも多いんですけどね。で、そろそろリロード終わるなっていう頃になったら、また戻ってきて、こうね、相手に近づいて、こうね、20キロ以内に近づいた状態で、バブルを置いて、またクロー。っていう、これを繰り返して、またね、次ワープアウトどこかなって、おお、ちょうど消えましたね。いい感じの、動きができて、ベストの動きができてますね、今のと。これで、戻ってきてはクローク、戻ってきてはクロークを繰り返してるっていうことです。これを繰り返すことが、大物とかね、別に大物じゃなくてもいいです。何かこう、相手のこう、ちょっと柔軟なね、戦艦とかをやるときは、こういうクロークをうまく使って、クロークしてる間にどこにワープアウトしようかなとか、いろいろ。考えたりとか、ブックマークが、また近くなってからブックマーク新しいの取っていこうとか、結構ですね、つけたりするのが大事です。いいですか？この、相手をこのクロークで翻弄するっていうのは、本当に大事な、テクニックなので、覚えておきましょう。いいですか？どこに移動するかとかは、Q で、Q ボタンを押すとこうやってね、移動できるんで、これでゆっくり考えて、このダブルクリックとかしてやると、なんか行き過ぎちゃったりするんで、Q ボタンを押しながらやると、ちゃんと細かい位置が、設定できたりとかするんで、やってみてください。次。具体的な動き方 B の方行きますね。これ、味方が来て、さっき捕まえました。でも、味方もいっぱい来て、もうバブル、相手バブルまみれです、みたいな状態だったら、なんかちょっと手持ち無沙汰な感じになりますよね。その時にすごく大事なのが、相手の増援がね、来る方向を予測して、そのディフェンスバブルを置くっていうのが大事です。例えば、ゲートが1個しかないシステムで、敵がね、そこに向かって、敵がそこから来るだろうっていうのがもう分かりきってる時は、まず、その、タナトスだったらタナトスに、まずゼロでぴったりくっついて、そこからゲートに向かって走って100キロぐらいのところに、バブルをポンって置くと、ゲートから来て、あ、やべえ、味方がやべえやべえって言うんで、味方が来て、そのゲートから飛んで、タントスに飛ぶと、さっき言った通り、ガードバブルですね、手前にポンって置いてある、バブルのおかげで、増援が来れなくなってしまうということができるので、そういうガードバブルっていうのは、手持ち無沙汰になった時は、
積極的に置いてあげるようにしましょう。まあ MWD 大体来た方向にアラインって、うん、そうですね、100キロぐらいだったら走れると思います。あでね、ガードバブルを置くときに150キロとかそういうレベルで離すのはあんまり良くないですね。逆に相手からしたら、ワープできる距離になっちゃうので、そのバブルが消えた瞬間相手にまたワープできるようになってしまうので、いやらしいのが100キロぐらい、まあ70とか80とかそうそう、そのぐらいだと相手が100キロぐらいにワープするので、相手からしたら50キロとか70キロとか走らないと相手にその襲われてるみたいにワープできないっていうことになるので、すごくいやらしい時間です。その辺は多い、何を想定するかによります。例えばミノカそのローカルを襲っててミノカワがやべえって時はミノカワの射程がだいたい60とか、バブルだったら80キロ100キロぐらいに行こうかみたいな、そういう状態ですね。まあ、その辺はまあ、うん、何を想定するかによって変わりますけど。はい、じゃあ次 C、これはね難易度すごい高いです。私もね未だにこれをね FC に聞かずにやるのは怖いので、ちょっと、ね、皆さんはぜひ、というかもうほぼ FC の了解を取ってからやるべきなんですけど、撤退するときに相手が後ろからボン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 来ててやべえやべえやべえっていうときは、FC からゲートディフェンスバブルを受けっていう指示が出てくると思います。それは何かっていうと、味方がランニングして僕自分もね、ランニングしました。でバブルをそこに出します。そうすると味方は通れるけど敵は、10キロ手前にランニングするっていう状態になるので、それがねやることで遅延行為、相手に対するね遅滞戦術になるので、撤退時にねそういうゲートディフェンスバブルが必要かっていうのをね、FC に一言聞くとイエスって言った時はピッとバブルを出してあげましょう。これをね、ガンガン使ってそのでっかい船を落とせたりとか、逆にそのフリートのねちっちゃい船だけどすごいいっぱいの船を捕まえて相手の艦隊を全滅させたとか、そういう一隻でそのすごい一騎同船の可能性を秘めた船がインターディクターっていう船です、ね、本当にねフリーゲートのインターセプターより攻撃当たりやすいし柔らかいし、そのくせすごいヘイト高いからマジで難しいんですけど、乗れるようになったらこれほど楽しい船に私はないって思ってるぐらいインターディクター大好きな子なので、まあぜひ私のね後継者として頑張ってほしい人がここに集まってると思うんで頑張って、荷が重いまあそこまでいかなくてもねバブルで遊べるようになるとみんなからね、あやべえあいつはいやバブル使えるんだってちょっとみんなからこう、ね、一目置かれるような存在になれると思うんで、ぜひねナチョのバブルマスターとして名を馳せてください。これ頑張ってください。